オナールチャンネルのマサです。ユヤです。今日なんかユヤが企画持ってきて、そう今日はそう俺は持ってきたんだけど、うん、これまあ最近動画を上げてるじゃん。動画を上げてるのに一つ気になったのがあって、うん、まあ、小さい頃から聞いたことぐらいあるかもしれないんだけど、サブリミナル効果でした。あー、なんか聞いたことあるな。なんだっけ。簡単に言うと、なんか有名な話だと、なんか昔あった映画館の映画で、うん、コーラとポップコーンの画像を死ぬほど入れたんだって、その間に。はい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 。そしたらコーラとポップコーンがすごい売れたっていう。あー、聞いたことあるかもしれない。話があるんだけど、はい、これは、結局科学的な根拠はないらしくて。あ、そうなんだ。で、なんかこれ本当にサブリミナル効果ってよく調べたら、あの国によってあの法律で禁止されてるところもあるらしくて、で日本でもなんか自主規制されてる、なんか法律まではいかないんだけど自主規制されてる感じのやつはあるらしくて。へえ、確かに。特に選挙前とかそう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 、だからよくないと思うんだけど、うん、でもちょっとやってみたいなっていう。まあね確かに効果を見たいよね。そうそうそう、本当に効果はあるのかっていう、うん、でこれをで YouTube 上で何ができる、こう、まあ、僕らの動画見てくれてる人で、こう僕らも分かるような効果をこうどうやって分かるかっていうのを考えたんですけど、うん、こう今日から、まあ、3日間ぐらい、まあ、多分バレるまで、うん、バレるまで毎日の動画にこうこれチャンネル登録でこれですね入れた画像をもう本当に編集ソフトのギリギリまで小さく、小さく1秒の間の1秒以下に差し込んでみて、これチャンネル登録者数めっちゃ増えるんじゃねっていう。だから見てる側の皆さんからしたら多分認識できないぐらいの細かい時間入れるのね。細かい時間にして、でそう今日までで13人ぐらい。そうだね、今13人ぐらいぐらいなんだけど、こっから急にポーンって伸びるのか変わらないのか、もうちょっとサブリミナル効果でちょっと試してね、見たいと思います、うん。はい、ということで、サブリミナル効果のね、動画の件についてなんですけど、うん、3本ぐらい入れようっていう話だったんですけど、そうね、そうね、初日でバレた早かったねいや、まあ、編集ソフトで、だから本当のサブリミナル効果とかだと多分、本当に、なんだろう、それ専用のやつとかやってんだと思うんだけど、こう、僕が買ったソフトの限界までやると結構見えるっていう。そうですね、ちょっとあれなんか出たなっていうのは分かる。なんか出たなっていうのは分かるから、まあ本当にね、結構ガチでやっちゃうよりかは、まあ、まあある意味良かったかもしれないけど、ね、なんか検証が微妙な感じになっちゃったけどね。こっからだよね、大事なのは。そう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 。まあ、ね、初日の分だけで終わったんだけど、まあチャンネル登録者数がそれまでの伸びに比べてね、どうだったのかっていう、ね。そう、結局そこが一番大事だから。じゃあね、まあちょっと結果をね見たいと思います。うん、じゃあね、結果を見たいと思います。はい、ということで、やばかったな。サブリミナル効果あります。めちゃめちゃあるぞ13人だったのが3日間で50人。ありえないからね今までの俺らのあれだったらありえないから。だって13人が3日間で52人だったら100万人の人がいたら3日間で400万人になるから、ね、確かにそうだね。サプリミナル効果で、ね、そうだよ。これ危険ですね。ヒカキンさん見てますかヒカキンさん見てますか。だからやっぱりこう禁止されてるっていう理由もちょっと分かった、ね、そうだね。でも、うん、YouTube で禁止されてんのかは分かんない。まああんまり良くないとは思うよね。やっぱりこういう手をねあんま使うのは良くないと思います。そうだね。はい、これでね、まあ今52人になったんですけど、まあ
13人からね、3日間で52人で、ありがたいことですよ、ね、本当にこれからもね、もっともっと頑張っていきたいと思います。はい、はい、本日も最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価お願いします。また明日。ありがとうございました。